どうもフルゼロと申します。今回はワンピースデイ開催記念イベントについて簡単に見ていこうかなと思います。まずはログインボーナス。誰でもログインすればダイヤ50個が獲得できます。正直ここで50個配布されたことによってワンピースデイ当日はどうなるのか少し不安になりましたが、とにかく今ありがたく入手しておきましょう。毎日ログインすることによってコインやハンマーなどももらえます。次に記念ミッション。リーグで勝利したりグッドを送ったりすることで様々なアイテムが入手できます。現在デイリーミッションが豪華になっていたり、アイテムチャンスもやや豪華になっていたりと、塵も積もれば山となる的なものが多いので忘れずに全てやっておきましょう。アイテムチャンス目押ししてダイヤ狙いに行きます。何？最後記念ガチャ。星4はバージェスからドレイクの工場キャラで、ダイヤ60個でクリスタルのかけらが40個もらえるというなかなかにコスパのいいガチャ。引いても全然損はしないんですが、絶対引いておくべきガチャでもないというすごい絶妙なラインのガチャです。ドレイクが欲しい方やかけらが全然ありませんという方は引いてもいいかもしれませんが、26日まで待機が現状一番いいと思います。やっぱり仮に超フェスが来る場合1個も使いたくありませんからね。超フェスを当ててからかけらガチャを引いていけばいいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。とりあえずはワンピースデイが終わる日、もしくはまあ26日、このガチャポイントの有効期限が終わるぐらいまで、は待機が一番いいんじゃないかなと思います。とはいえね、自分は今から貯めたところで、どうせもうたまらないんで、もう一周だけ引いて、かけら回収していこうかなと思います。それでは行きましょう。いやもうてか、134個ってなんか、どうなんだろうね、多い方なんかな。ワンチャンこれでも超フェス狙いに行ってもいいんかもしれませんけれども、チケットあるんだったらもうそっちに、回そうかなと思っております。3万でも出費でかいけどね。今回狙っていくのはドレイクっていうことで、ドレイク1体当たったらもうレベル100になるっていう、そんな感じなんで、1体でも出たら、あれもうこれってない感じかしら。まあいいでしょう、勝負はこれからだろう。ああそうか、そうだなっていう、ごめんなさい、ちょっともう今は生放送というか普通にやってるんで、ちょっとごめんなさいね、何言ってるのか分かんなくなってきたわ。もう夏アニメはね、呪術とあと無色転生とあとゾンビのやつがすごい気になってるっていう、そういったところなんですけれども、春アニメはね本当にスキップとごめんなさい、ちょっと待ってね、ワンピースのゲームの中でちょっと別のアニメを話すのは良くないかもしれませんね。今回のこちらのガチャが26日っていうオリンとかとガチャポイントの切り替わりで変わるっていうことなんで、なんかワンピースデイの日に超フェス来んのかなっていう疑問がすごい。アタッカー、ちょっと待ってね、喜ばせて、うわそっちか。いやまあいいや、いやまあワンチャンもう一回来るかもしれないからね。いやだからもしかしたら超フェス来ない説あんのかな。なんかそのワン、いやどうなんだろうね。まあ、来なかったら来なかったで、8月の一体に向けて貯めることはできるんですけれども、仮にそうだとしたら、どんぐらい、あ、引いちゃった。ちょっともうこれラストにしようかなと思います。ゴー！最後、星4キャラを迎えて、暖かく終わろうかなと思います。ドレク、カモン！確率的にはね、そんなに低いわけじゃないんで、いや、全然来るんじゃ、あ、ディフェンダーか。まあ、いいでしょう、いいでしょう。誰？あー、ウソップか。この前100になったんですよね。嬉しいんだけど、4体目、5体目、6体目、7、8、9、10、11。なったよもう！またかよ！